していかないとダメなんです。だからファーストがミーソファミレドシミっていうのはもうこっちから完全に受け取らなきゃいけなくて、でこっちがミーソファミレドシって弾いた後のところはファーストがもうそれを受け取らなきゃいけないんです。だからそこでの受け渡しっていうのをしながら自分自身も8分音符でしっかり弾かなきゃいけないんで、そこを今もだいぶ合ってたんで、でさらに意識してファーストが弾いた後にセカンドが同じことをオクターブ下で応答みたいにして答えるんだっていう風に意識を持って弾くと全然違ってくると思うんで、じゃあそこから全体でこっから最後まで、そうですね、多分最後まで弾いたらもう2時間になるかなと思うんですけど、はい、thank you。
49のリットは、49じゃない、50のリットは、今、きっとバラってなったんです。で、まあ、いつも以上にちょっとリットがかかったっていうのはあるんですけど、それでもやっぱり、ミケさんって、で、今、リットがすごい多かったんです。リット、どこが指導しているとするの？あ、そうか。で、みんな、ここは。で、その次はこう、アテンポに戻っちゃったんだよね。そうですよ。その次はもうアテンポに戻るんで。で、あとは、69かな。セカンドの、もうちょっと出して、大丈夫です。最後にコーダからやります。